原発ゼロへの道。今日は国を相手取って早く原発被災者の補償をしてほしいということで、子ども被災者支援法の実現を求めて立ち上がった19人の国訴団のうち、福島県伊達市から北海道の札幌市に避難をした宍戸貴子さんのお話をお聞きします。子ども被災者支援法で、早く実現化してほしいということで、国を相手取って東京地裁で告訴をされた原告の宍戸貴子さんと電話がつながっています。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の、告訴ということなんですけれども、どういう思いで、皆さん、告訴されたのか、その背景を教えてください。はい、原発事故子ども被災者支援法の成立は、去年の6月になってまして、即時発行なんですけども、全会一致で、はい、立法されたにもかかわらず、はい、なかなか具体策が決まらないまま、そのまま線引き剤も基準さえも決められないまま今年になってしまって、もう2年と3ヶ月になるんですけども、はい、このもう何て言いますかね、違法状態だと思うんですよ。決めて、国が決めて施工しなさいって言ってるのにもかかわらず、はい、のらりくらりと何も決まらないままここまで来てるので、はい、それをなんとかしなきゃいけないと。であれば、もう一つ立法はした、でも行政が動いてない。であればちゃんときちんと司法の場で、はい、この法律が生きるようにっていうことをきちんと精査してもらいたいと、はい、そういう思いで、提訴の一員に加わりました。今何人の方が原告になっていらっしゃるんですか？で、宍戸さんは北海道に今避難されて、もともとは郡山から避難されてるということなんですけれども、もともとは福島県の伊達市です。あ、すいません、私ずっと勘違いしていました。伊達市からの避難だったんですね。失礼しました。伊達市から避難されて北海道にいらっしゃるっていうことなんですが、この19名の方たちはみんな福島県の出身の方、避難者、在住の方だけではなくて、栃木県の方もいらっしゃるんですか？そうですね、栃木県那須塩原ですね、はい、線量がやはりかなり高い、はい、他の地域に比べて高いところになります。あと宮城県の丸森からも、はい、ペースに関わっていらっしゃる方がいますね。ああ、そうだったんですか。福島県に、今避難されている方と、また、今も住んでらっしゃる方もいらっしゃるんですか？はい、そうです。福島県内から提訴に加わった方もいますし、はい、福島県から避難した人ももちろん提訴に加わっています。はい、なるほど。子ども被災者支援法は、そのまま、線量が高い地域に住み続けるということと、そこから移住するということ、また帰還するという、その3つを、被災者の人たちの、の判断で選べるという法律だったと思うんですが、の原告の中でもさまざまなスタイルで、こう避難されていたり、そこに住み続けておられたり、いろんな方が関わってらっしゃるということなんですね。はい、線量の高いところの人たちも同じように判断する権利っていうのを、持ってもらいたいっていうのが、判断させてほしいっていうところもあるし、はい、あとやはり被害者のための法律でもなくて、はい、福島に残る人のための法律でもなくて、はい、どちらかに偏った法律じゃなくて、両方のためのどんな判断をしてもか、その人たちのことをバックアップしていこうっていう、はい、そういう理念の法律なんですよね。なるほど。
その指導さんたちの動きを応援したいなとか、私も子ども被災者支援法を早く実現化してほしいなって思った方、他にもいらっしゃると思うんですけど、そういう方々がこの告訴っていうアクションに関わる方法っていうのは、ボランティアだったりカンパだったり、ひょっとしたらまだ原告をもうちょっと増やしていけるんじゃないかとか、どういう方法があるんでしょうか。はい、加わっていただくっていうのがまず一つだと思います。これは結構やるんだったらやりたいって人多いんじゃないかなと思うんですけども、はい、あとはそうですね、各行政に、はい、各自治体ですね、で被災者支援法の即時施行を実行を求めるっていう声明を上げてる自治体が結構あるんですよ。この間も院内集会でかなりいろんな地域の地方議員さんが集まってたっていうのはお聞きしたんですけど、そんなにもすぐ実行してっていうふうに声明を出してる自治体があるんですか。あります。結構たくさんそういう発表をしてくれてまして、はい、コロナのそれを証明してくれてるんです。はい、地元の自治体の議員さんに支援法の、でもお願いしますっていうようなことを言っていただくのも、一つの手なんではないかと思います。なるほど。例えばどの自治体がそういう声明を出しているんですか。はい、北海道であれば札幌もそうですし、はい、ニセコもそうですかね、千葉なんかでも、自分のところの、検査も含めて、声を上げてますし、結構かなり多い数の、自治体が声を上げていたはずです。今ちょっと手元に資料がないのでどこって言えないんですけども。なるほど、わかりました、はい、私も自分の自治体をちょっと調べてみます。もうこの国を、変えていくっていうことも、もちろんなんですけれども、復興庁がなかなか腰を上げないなら地方から、変えていくっていうことも必要だなと私も思います。本当にこれでこの訴えをしてからって即座に何かが変わるってはもしかしたらないかもしれないんですけど、はい、こういう意思表明をしていくことが、はい、すごく重要になっていくんじゃないかと私は思います。はい、私も期待しています。今後、いつ頃から動きがスタートしたんですか。8月の頭じゃなく8月が始まって数日経ったあたりかな。そんなに最近なんですか。そうなんですよ。こういうことやろうと思うんだけど原告になるって聞かれたからなるって答えたっていう軽いノリで。じゃあ本当に2週間後には本当に告訴していた。そうなんですね。やっぱりちょっと急ぎたかったっていうのがあるんで、それでこの人数なんですよ。結局聞き取り調査しなきゃいけないじゃないですか、各提訴する人の、はい、何十人とか何百人になってしまうと、うん、聞き取る時間がもったいなかった。だからまずは提訴ありきってことでこの人数だったんですよね。なるほど。なんか今後、広めていくっていうのもいいなと思うんですよね。はい、そうですね。例えてみるのも変ですけど、イラク戦争があった時に自衛隊がイラクに派兵した時にあれが、憲法違反だっていう、で憲法違反をさせられてすごい困ってるっていう告訴を国に相手取って、名古屋地裁、名古屋の弁護士さんがやったことがあったんですけど、その時は日本中に原告の方が出て、何人だったのかな、すごい国民運動みたいになったんですよね。でこの問題も広げて、みんなが当事者だっていうことをしていくこと で、きちんと動かせなかったら、もしこれ以上何かひどいことになったときに、何もきっと言えなくなっちゃう。福島以外でもし事故が起きたら、福島の人黙ってたじゃないから、これでいいでしょって言われちゃうから、そうですね、だったらやっぱり私が声上げないとと思って、うん。